ね、続いてダルマコレンからはこんなメッセージが届いています。ご紹介します。ダルマコレンは今年で創立34年目になりました。元気いっぱいの子どもたちを中心とした連です。ダルマといえば七転び八起き、ダルマっ子もくじけず何度でも挑戦する連でありたいと願っています。子どもたちはこの日のために一生懸命練習してきました。小さな子どもだった頃は泣きながら踊っていた子どもたちも今は立派なお兄さんお姉さんに成長しました。今年初めて阿波踊りを踊る子どもたちもいます。子どもたちの元気いっぱいのかわいい踊りをぜひご覧ください。そして子どもたちはもちろんですが、男踊り、女踊り、鳴り物にもご注目ください。男踊りは腰を低く地を這うようにすり足で力強く、女踊りはしなやかな手さばきでしっとり優美に踊ります。鳴り物はみんなが楽しく踊れるように枯れを中心とした一体感のあるメロディーを奏でます。それではダルマコレンの踊りをお楽しみください。ダルマコレン。